強い。ちょっと待って、あなた何レベル？こっちになってくるとまた別エリアになっちゃうもんね、完全に。てかここを来たところじゃない？あ、また違うところか。アリアドス、アリアドスもね好きなんだけど。お、スワンナじゃない？超優雅。41レベルか、高いな。行ってみるか。あれ？あれ？モンスターボールが投げられない。あ、そっか、大太刀だから投げられなかったのか。うわ、優雅。巻いとくか、一回。氷か。いて。あ、まずいぞ。ちょっと待って、強いな。やべえ、どうしよう、ピンチ。とりあえず電光石火。やばい、ホエルジュラを置いてきてしまったのがここで響いてる。いって。パチパチさんでやってみるか。あー、でもグライナーでもよかったかもな。スパーク、いや PP がないな、やばい。とりあえずゲットに入るか。うわー、惜しすぎる。いた。いやでも意外と大丈夫。ダメだな。いや、チャームボイスとか覚えるんだ。ダイブボール行ってみるか。あ、オッケー、さすが。さすがダイビーボール。スラトリポケモン。薄明の中で薄明の翼ってことだ。美しいダンスから多くの芸術家がインスピレーションを受けたという。チャイコンナ。あ、チャイコフスキーだっけ？よし。帰るか。まためちゃくちゃ寄り道しちゃったからな。待って、あれだけ取ろう。頑張れ、ミライドン。お、じゃれつくいいじゃん。やばいやばいやばい、めちゃくちゃ寄り道しちゃった。いて。お、サイコファングいいね。もうギャロドスびっくりするわ。でもニューラさ、結局あれだもんね。進化するんだったら通信交換か。あれ、今回ってなんか通信、なんか、交換するポケモン進化アイテムみたいなやつってあんのかな。あれあるんだったらちょっとあれで進化っていうのもできるけど。なさそうだよな、今回。どうなんだろう。普通に通信交換してくださいって言われそうだな。って考えるとちょっとあんまり今手持ちに入れててもって感じするな。ニューラ。ニューラ好きだけどね。まあレントラーちょっと入れたい気もするけど、ちょっと待って。え、どうし、誰入れようかな。ウェルジュラーいいんだけど、安定感半端ないんだけど、ちょっと手持ち入れすぎた感ある。
レベル上がりすぎてるからな、ちょっと。こんな感じでいくか。久しぶりにブレイヌさんを入れて。あれも大体捕まえたよね。うん、びっくり。怖い。待って、怖い。落とさどりちょっと怖いんだよな。いや、ジャラコこんな可愛いんだね。あ、サンドパンめっちゃいるじゃん。え、どっちを、レベル高い方にするか。あれ、待って。ちょっと、待って、あれ？あれ？ボール投げるボタンって、これじゃなかったっけ？ん？ ZR じゃなかったっけ？なんか効かない気がする。ボールは投げることができないんだけど。あれ？間違ってる？ボタン。あれ、ZR じゃなかったっけ？ダメだな。ダメだね。投げられないよ。わかんない。ちょっと、一旦置いとこう。ダメだ。めっちゃ見ちゃうな。ちょっと。あの光ってるやつがね、気になるね。とりあえず。エスパー。テラスピースもいろんなタイプが集まって、なんかいるな。え、待って。とりあえず、これ気になる。おぉ、ストーンエッジだ。めっちゃいいじゃん。これ上気になるよね、やっぱり。何もないんだね。あ、待って、これ強い人じゃん。鬼面衆来た。なんか前もさ、鬼面衆って言って、ワニ忍者とか言って、結局戦うの忘れてた気がするんだよね。今回は忘れずに戦わないとなとか言いつつちょっとね、遠ざかってるからちょっとダメだわ。やっぱね、いろんなところ気になっちゃうからさ。次から次へとなんか違う方向行っちゃうのよね。落とし通りがいるけど、とりあえず戦うか、大丈夫かな。鬼面衆ちょっと一回置いとこうか。こっちからちょっと済まそうか。ノズパスの光ってるやつか。気になるな。しまった。柔道家なのに空手着を持ってきてしまった。なるほど、打撃だと思ってたら打撃だったってことか。どっこら。むレベルは23。よし、これはいける。電光石火。うわ、あぶね。なんか岩のだれとか強い技覚えてるね。シャドウクローやっちゃおう。せっかく覚えたシャドウクロー、かっこいい。やっぱシャドウクローと辻斬りと、やっぱそこら辺結構かっこいいな。いやでもなんか好きな技上げてったら切れないな。ソーラーブレードとかもかっこいいし、今回のアイススピナーも好きだし、前のなんだっけ、トリプルアクセルとかもね、良かったし、普通にオーバーヒートとかああいうのも好きだしな。起死回生も好きだし。いった。悪の波動とかもやっぱいいよね。なんかゴーストダイブ、シャドウダイブとかも好きだし、やっぱ好きな技って上げ出すときりないよな、ポケモンって。よし、一本。まあ、そこはね。柔道家は空手着に比べて生地が厚いのだ。はぁ、柔道着？あ、そうなんだね。あ、でもそうか。激しいもんね。どうしよっかな。行っとこうかな。どうしよっかな。柔道着掴んだりするもんね。電気タイプか。何覚えてんのかな。電磁法とか。あ、電磁波覚えてるんだっけ。やだな。花吹雪。
まあ花吹雪やっぱ綺麗。モンスターボール。まあやった、ちょっとクリティカル出してくれる子大好き。よし、じゃあ鬼面臭戦っていくか。鬼面臭と何、え、ミミズズ当たり判定でかすぎてちょっと引くんだけど。そんな当たり判定でかいんだね。よし、鬼面臭戦うか。先手ちょっとポチエナガでいくか。あ、ちげえ。あ、ZR 反応するようになった。めっちゃ今、トレーナーにモンスターボールぶつけるところだった。よし、行くぞ、鬼面臭。我は鬼面臭カニミツ。お天道様がそなたの敵ぞ。なんか忍者なのかなって思ったけどさ、黒幅奇襲みたいな。わ、キューコンちゃん。なんか、時代劇みたいな言い回しなのに。え、ヒデリちゃん、ちょっとヒデリの急行。いいな。強い。ちょっと待って。あなた何レベ？え、待って、何レベこの急行。もしかしてとんでもない鬼面臭。うわ、なんか75ぽかったけど、やっぱ75なのね。待って、これ無理だ。どうしよう。こんなレベル高いのか。待って、これ、負けるの嫌なんですけど。やばいな、どうしようかな。これ、マジどうしよう。いや、どうせ負けることになるんだったらやるか。いや、無理だわ。いや、全然無理だわ。ちょっと待って、めっちゃ強いわ。いや、可愛すぎるな、このモフモフ感。ちょっとこれは逃げよう。ごめん。あ、賞金意外と少なく済んだわ。優しいね、鬼面臭って。ちょっと待って、そうだよね。ポケモンセンターからだよね。